はい、このところでね、ちょっとほらセミナーのさ内容変えてね、まあ実際さ不動産投資の話じゃなくてさ、どうしてこの不動産の、ね、投資が必要なのかっていうところから入ってるセミナーやっててね。でそんでさ、まあ、経済と照らし合わせて、こうなんじゃないかなってことを、言い出したんだよね。だそこに来た方がさ、要するに、結構勉強熱心になってくれてね、今起きてることっていうのが、資産の組み替えってことね。でたまたまほら、昨日ね、個別相談に来てさ、まあ、ある、横浜市内でね有名な、超高級分譲地の2番目ぐらいのね分譲地がさ、まあ、2つ一応ね売りたいってこと で話一応まとまって、まあ、今これから動くんだけどもさ、何でかっていうと住宅地っていうねその価値がやっぱりこれからねどうしても崩壊してくるじゃん。そうさ住宅地ってねやっぱここもね二極化すると思うわけで、その中で上位の方は残るけど下の方はちょっときついなと思っていて、でねそれどうしてかっていうと来年消費税がこうね上がるよね。そうさ駆け込み的な需要あるかもしれないけども、そもそもっていうことで考えた時に、昔はさその背伸びしてね住宅買ったりしてる人いたけども、今いなくなったよね。で逆にさそのね価値観が少しずつ変わってきてて、でそうするとね別になんとかなこの辺りだったら別に賃貸でいいじゃんっていうね人も出てきてるし、まあ逆に言うとさあこの辺りだったらねちょっと僕たち住めないよねなると引っ越しが出てくるよね。でさ例えばその消費っていうことで考えた時にね、やっぱりねこれからさ消費税上がるよね。では皆さんもご承知の通りっていうかさ、意外に気が付いてないやついるんだけど、可処分所得ってね自然に下がっちゃってるわけ。何かあったら、まあ復興税とかあるよね、出てきました。であとはね税金の負担は大したことないけども、社会保障費だとか、厚生年金だとかね、でこれがさどん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 負担に下がってきちゃってるじゃん。そうこれねその支払いってさ源泉徴収だよな。だからうちの場合だったらね経理の担当がどんどんねそのね上がったものはさ自動的に引き落とすわけじゃん。そうさもらった側はなんかね昇給してもあれ給料って上がってないんじゃないかなとかね、逆に言うと今回はね途中で上がってるからさね、なんか手取りが少なくなったよねなるんだけど、それはさね個人が負担してるものと同額をね会社がまた負担してるわけだから、だから会社も要するに負担率は上がってるわけだよね。これね来年もっと上がると思うよっていうことになると、これね結構その中で消費税が課せられることによって所得のさその水準の低い人たちって結構痛み伴うよね。でこの間テレビでやってたんだけど、なんかねお父さんが出てきてさ、ね、ランチはね、大体いつも800円くらいの食ってたんですけど今食えないんですよとか言って、ね、コンビニの弁当買うそうですよ。でね、今は350円から400円ってことは今までの半分じゃん。でその半分にしないと要するに食っていけないっていうわけよ。でそれってさギリギリの線だよなっていうふうに、僕たちは思ってるんだけど、もっとこれからねひどいことになるなと思っていて、というのは何かというと今日もね昨日今日日経の価格がダーン下がってるでしょ。でさなんで今まではさ下がったらリバウンドしてんじゃん、また下がったらリバウンドしてるよね。なんでか言ったらこれね自由経済じゃないんですよ。もう明らかに日銀が支えてただけじゃんってことでさ、日銀の株価も今ねいくらだ4万日銀の株価あるの知らないでしょ、あれ株式会社だから調べてみると分かるけど、4万8千くらいかな、がガタンとまた下がってるよね。でさ日銀の株価って下がってるんだよ、まあ、ただ取引がね要するに頻繁にあるわけじゃないから、ね、あれだけど、たまに売りに出るじゃん、そうさそれを買うやつがいるじゃん。でそれがね普通の会社だったら毎日のように売り買い売り買いしてるよね。とかさ売り買い売り買いじゃないんだよ、日銀の場合だと売りに出たらそこで市場がパンと食ったら終わりみたいな、ね、株式は少ないからあれだけども、実際に株価としてさ日銀自体が下がっちゃってんだもんね。
それで、昨日、おとといかな、日本の景気は緩やかに回復してる、言ってるわけ。緩やかに回復してないですよ。残念だけど、だから、国の人たちとか、政治の人たちって、なんかさ、役所の人たちの、その数字に左右されるよね。まあ、国会の答弁見てても分かるけども、要するにさ、調査した結果が嘘だったものを口にして言っちゃうのは政治家だからさ、そう、あれ間違いでしたみたいなことになるよね。それ最近すごく頻繁に多いでしょ。昔そんなことなかったじゃん。でなんで頻繁に多いかっていうとね、そこの部分の情報を操作してるやつがいるわけで、そこで、政府がそれのデータを元にして方針を決めるだろ。だからおかしくない今年のね、予算はさ104兆ですよ、ね、で去年は97兆だったのが、ね、あ96兆だったのが、ね、今年の予算は97兆くらいにするはずだったのに104兆ですよ。っていうと国債ってあるよね。で国債の発行額は、ね、去年は34兆か35兆だよね。今年は、ね、40兆超えるよ。するとこの40兆円の国債誰が買うの。一般の人買わないよってなると結局日銀が持つことになるじゃん。そうすると国債の、ね、発行したやつを日銀が引き受けてでお金吸ってるわけだから、これはきついと思うよ。でだからおととしかな、トランプが、ね、政権取るとこうなるよっていうのを、おととしの年末で僕は皆さんの前で話した、ね、でそれが去年ねの末には顕著になってきた。でこれはもっとね、要するに世の中変わってきますよ、ね、要するに、アメリカっていう国がねどんどんなんていうかな孤立してくる。でそうするとヨーロッパの一つグループ、アジア一つグループ、あとアメリカなんだけど、アメリカってそんな大きい国じゃないからね、皆さん結構勘違いしてるけども、確かにね移民とかいろいろ多くなってきてね、経済状態がいいよね。だからさずっと貿易赤字だから、だから今回も日本で、軍事物資買ってるけども、要するにそれくらいしか買うものないじゃん、ね、であとは農作物だよな。だから結局農作物も要するに、あとは薬品も多分入ってこないよね。そうすると大体さ、ね、基本的には農作物か、ね、要するにあとはあ、ね、何かそのパソコンのさノウハウかってなんだけど、これパソコン自体も今度ファーウェイとかさ中国企業にどんどんやられちゃってるじゃん。そうするとね、一番最初僕なんかの記憶にあるよね、子供の頃ってさ、ね、車はさアメリカの車ですよ、ね、でオートバイもハーレーダビッドソンも、ね、アメリカのオートバイだよね。でそれをさホンダとかが真似してさ、ね、作ってきた、ね、アメリカの車入ってくると全部ね、部品ばらしてさ、それを研究開発してで日本製にしてどんどん売ってたよね。そう加工貿易ってものが成り立ってたよね。今加工貿易成り立たないから、なんでかって言ったら中国にみんな取られちゃったから。ってことは日本っていう国はアメリカと一緒にやばい状況になってるわけじゃん、っていう事実をねみんな頭の中に持たなきゃダメよ。でそう考えた時にじゃあ僕たちどうするのって言った時に、やっぱりさそのね資産って物事の見方ね、でこれが僕たちノウハウを持ってるわけだから、でここを要するにねさこれからはねいろんな人たちの組み替えが始まるから、でその中でじゃあその組み替えを僕たちはどのようにするかいうことだよね。で我々さ、まあ、コンサルってさ、ね、経験のノウハウだから、だからね、いろんなことやってきて、ね、失敗したこともあるけど成功したこともあるよね。でもさこれね要するに培ってきた技術とか他の人勝てないですよっていうことじゃん。で今ねこの話をさ、ね、セミナーなんかで、まあ、いろいろとしてきたよね。そしたら、ね、今までうちの顧客じゃなかった人たち、ね、これが顧客層に、ね、入ってきたってこと。でもう一つは、ね、うちの会員になるためにゴールド会員になってる人いるよね。でもう一つは要するにうちの会員のために要するに物件を管理させてくれてる人がいるよね。でさこれってねすごい本当に言うと価値なわけじゃん。で僕は
こうやって皆さんの前でこう話してるな、でセミナーで話す時も全部裏付け取って、ね、僕の意見がどうなのか、ね、反対の意見もあるよね、でも総合的に判断した時にこちら側に動くよねって言ったことが、ね、ここ数年間ずっと当たりっぱなしでしょ。で今回も、ね、あのマティスがさ、あの解任になりますよ。でこれは何かあったら軍事的な要するに損が生じてるってこと、これリスクですよ。もうこうなるともうね、アメリカの経済はなかなか難しい状況になってきてるよね。今株価とあんたあんたね、毎日ダウン下がってきてんじゃん。まあどっかで回復することあるよ。なんでかとね、とてつもない投資家がいるからここで儲けるやつがいるわけじゃん。だからそういう動きはあるかもしれないけど、総合的に判断すると僕はね、この日銀の発表してる数字っていうのはうわ、もう明らかに誤りと思ってます。だから逆に言うと、ね、僕たちはもっとね脇を固めていろんなことしていかなきゃいけないっていうこと。だからぜひね、仕事ね、やり方は徐々に変わってくると思うんだ。だからそこのところを、ね、よく理解して行動を取った方がいいと思う、ね。まあ、僕の、ね、セミナーなかなかさ勉強に来る人もいるけども、まあ、来ない人もいるわな、まあ、なるべくねちょっと特にお客さんとね要するに接してる人はね僕の話気にした方がいいと思うよ。と参考になることいっぱいあると思うから、まあ、次ね、ちょっと来年ね、まあ、僕たちはフォローだよな、だけど世の中の不動産屋さんきついよ、うん、と思うよ、うん、まあ、ぜひね、楽しみにしてもらいたいと思います。以上。